さんこんにちは、ちかです。今ちょっと空港にいるので動画がサクッとになってしまうんですが、ちょっとこの2月、3月、4月が結構バタバタすぎて撮ってた動画たちが何個かあるんですけど、なかなか編集できてないので順番に上げていけたらなと思うんですけど、最近エアラインなどの面接も徐々に増えてきていて、少し面接の練習にもなる英語のアプリをご紹介させていただきます。この動画もちょっともっと前に撮っていたものなんですけど、ご覧ください。皆さんこんにちは、ちかです。最近エアラインのリクルートも増えてきていて、英語面接をする機会も徐々に増えてきていると思うんですけど、そこで今回はリンゴチャンプさんとのタイアップで英語力測定や面接練習などとして使えるアプリをご紹介させていただこうと思います。チカチューブ。私入社してから1回も TOEIC とかを受け入れてないので、7年か8年ぐらいは引けてなくて、結構自信がないんですけど、では早速英語力測定のテストを試してみようと思います。 It's cloudy today. Why is she wearing a coat? Despite its risks, nuclear power is a clean source of energy that needs to be relied on more.エアライン対策だけっていうよりかは、TOEIC とかの対策にもなるかと思います。パート2も文脈から単語を想定して当てはめていく問題なので、 TOEIC、TOEFL の対策になるかと思います。 The apartment is on the other side of the park.I don't enjoy being with my girlfriend anymore because she's always on her smartphone. I don't enjoy being with my girlfriend because she's always on the smartphone. That company has a large number of employees, but their productivity is really low. That company has lots of number of employees, but their productivity is very low.パート3なんですけど、リスニングをしながら文章を覚えないといけないんですけど、文章が結構長くてシャドーイングとかが必要になってくるかなと思います。私がエアライン受験した時に新聞の記事を渡されて、声を出して読んでって言われた後に要約してっていう面接もあって、なので自分で文章を話しながら内容を理解してアウトプットするっていう練習は面接練習にもなるかと思います。が出ました。最後ボロボロやったんですけども、全然覚えられない。レベル8あるから、これがだいたい TOEIC でいくと850から950とかで、 IELTS やと6から7っていう感じで自分のスコアも出てます。で、このレベルやったらこういうことが理解できて、でもうちょっと改善するのはこういうところっていうのが出てきて、一番グラマーができてないとかそういうのも見れるようになってます。ここから個人に合ったどれを強化した方がいいとかっていうプランを組んでもらえます。今自分がどれぐらいのレベルのところにおるかっていうのも知るのにもすごいいいテストやなと思います。私なりに感じたリンゴチャンプの使いやすいところが3つあって、まずは AI が活用されているところです。結構ビデオ通話などを使う英語学習アプリは多いと思うんですけど、間違えたらどうしようとか、聞き取れるかなかなか不安で始めにくいという方も多いと思うんですが、そういった面で AI を活用しているので気軽に始めれるかなと思います。2つ目がこの英語力診断テストなんですけど、無料で受けていただけます。その英語力診断テストでレベルが8個に分けられて、レベルに応じてそれぞれのコースを受けていきます。AI が自分の苦手なところを分析して強化してくれるので、効率よく勉強できるかなと思います。それに加えて、AI との会話で面接、ミーティング、商談などのビジネス英語の練習も可能になっています。こういったテストやコースの他にも、世界中のユーザーと一緒に勉強できるリンゴクラブっていうものもあったりなど、リスニングやスピーキングを特に強化できるアプリかなと思うので、ぜひ試してみてください。リンクは概要欄に貼ってます。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。